はい、毎度どうも恐縮です。キーピアスと申します。トレックトゥー読み続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、まずはちょっと愛子さんでね進んでるわけなんですけど、さあここはねどこなんだよ。一応ねひろきさんはねちょっとね死んでしまったんですけどね死んだかどうかわかんない状態なんですけどね、前々回の動画かな、カゲロウというね強い悪党にやられてしまって、それでね生死をさまよってるのか死んでしまったかちょっとわかんない状態なんです今ね。で、相当中で愛子さんを見かけてそれを今追ってってるわけなんですけど、いろいろねこの鬼目とかいろいろ悪党呼ばわりされてるんですよ、ひろきさんがねはい、ちょっとそれはどんな感じなのか探っていきたいと思います。おお、強い、遊撃でやっつけるぜ。痛い、下やっちゃった。あれ弾けないのかな。あ、またなんか触手が出てきた。あれ、これね、触手なんですけど攻撃判定あるんでね、避けないと。お、こういうことか。さあ、あそこにアイテムじゃないな、アイテムじゃなくてここらで休憩して、あ、なんか人がない話しかけられる。あれどうした。武士だと。ここに拙者には消せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ武士よ。望みを捨てるでない。どういうことだ。進めば分かるってことかな。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。なんだと。なんかちょ待って。はい、なんか開けなかったな。日誌が更新された。日誌愛子答えを探し求める。更新どこだ。この侍たちは何か恐ろしいことに耐えてきたのだ。我が身に降りかかった恐れと似たようなものだろう。まるで拙者のせいであるのかのように襲いかかり、和平を請うても身を重ぬ。絶望に打ちひしがれた斧が身を守るほか道なかった。愛子ならば察してくれよう。なるほどね。その、恐ろしいことにされて、それを解放したく、そういう解放を得たくて、なんかこう、ね、なんていうのかな、難しいな。誰かのせいにしたかったのかな、そういうわけじゃなさそうなんだけどな。おっ、そこに話が分かりそうな人がいるが。あ、口張ってた。ここは行ってよし。あ、アイテムあんな。もっと触手がある。ちょっとあれは当たっちゃう。いや、ちょっと待って、すぐ飛んだけど、だ。終止符だけ、すぐ逃げる。なんでしょう。ワン、おう、ワンっていう妖怪？
夜にウワンと叫び寝る者を脅かすことで有名な妖怪ウワンの姿を見た者は歯は黒く手はゴツゴツとして爪があり指は三本しかなかったという人を威嚇して驚かせ不安にさせることを目的としたいともいとまわしい妖怪である。脅かすだけの妖怪か。なるほど、ちょっと構ってほしかったのかな、こういう妖怪は。おっと、これすぐ追いなきゃダメか。いい、降りてこっちに来るか、こっちに来るか。下に行けんな、下に行っちゃまずいよな。アイテム空きなし。奥に行けんな。この職者なんだろう、なんかすごい現実。拙者は前へ進まねばならん。え、こっちか。何があろうとも、こっちか。行くのは現実的な世界じゃない気がするな、この職種といいね。こんなもんあったらたまらんぜよっていう感じですけど。降りる、あ、はしごあんじゃん。降りれるな。お、そこにアイテム、投げ手裏剣、あ、棒手裏剣だ。で、体力増加、よし、体力増加 OK。この先はそういう弓矢でしょ。弓矢に危ねえって。こうか、こう登って、うん、左行くか。どっち行くな。うわー、なんか怖いな。触手がいるから油断できない。右へ行くのが正解か。あー、できそうだな。左から攻めていくか。新たな収集部発見。ぬっぺっぽう。ぬっぺっぽう。顔のない大きな塊のような妖怪。その匂いは強く、吐き気が催す。サイドに醜い姿を裏腹に、その肉は波外れた強さ、あるいは常しえの若さを与えと言われている。このようなものがあれば、これからの戦いに大いに役立つのであろうな。おお、だってその肉語でもね。まあ、盾とかにするならわかるけどね。まあ、ちょっと身はつけたくないですよね。身につけないやだな。飽きなし。さあ、行くべ。この触手を受けて、危ないな。あれ、ダメージ食らいますからね、触手もね。お、来たぞ。お。この、やっぱ月は返せないんだな、多分な。ほな、今よ、すごいショートモーションだった。あ、危ない、危ないな。まあ、めちゃくちゃスローモーション長かったですね。なんかね、入れ替わりかなんかわかんないけど、なんだなんだ、怖いな。さあ、ほこらで休憩しよう。どっち行けばいいかな。上には行けないのかな。まっすぐ行って、ああ、下だな。手前になんかポチッと光って鳴いてるな。アイコ、どこへ行く。行ってる、奥行ってる。スーッと行ってるな。でも敵がいるぞこれ。敵来るか。気力増加。お、気力だいぶ長くなりましたね。これありがたいな。ここから行くんだな。アイコ様、お待ちになって。落ちる。お前は落ちる。お、なんかここご火縄銃か、あれ。何あれ。なんか持ってるぞ、武器を。火縄銃。無視。おい、おーっと。高瀬だけ。はい、おお、つつか。飛び道具の中で最強の武器、仕込みに時間がかかる。いや、使わないだろうな、これは。使わないだろうな。だって今、確かに敵がこう、弾込めてるとき、すごい時間かかってましたよね。リロードが長いんで、ちょっと、ちょっと厳しいな。さあ、ほこらで。この湖は泳ぐには深く冷たい。
どうすんだ。飽きなし。泳ぐには深く冷たい。わらがみのようにおろそかないかだであるが、こと足りよう。大丈夫これ。そんないかだで大丈夫か。ちょ、いかだに乗りながらのちょっと戦闘は無理だぞ。ちょっと厳しいぞ。お、まだたどり着いてないか。お、待ち構えたように誰かいるぞ。森光殿。されど、お主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。マジか。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。どういうことだ。切るのかここで。お、あっさりしたぞ。ちょっとどれからつければいいな。やばい、やばいやばい。ちょっとここはまずいぞ。足が悪い。気力回復しない。これ難しいな。しかしねえ、仲間であった森光さんにはすごい言われようですね。これ一体どういうことなんだろう。本心なのかな。本心っていうかね、裏切られた。やっぱ死んでしまったのをやっぱあいつが悪いみたいな感じになってるのかな。でも実際ひろきさんはね、町中走り回ってましたからね。どうなんだそこら辺ね。わからん。あ、こっち間違えた。こっちか。なんとも言えないね。お、来た来た。これ難しいな。回復して。お、回復して。待て、一回逃げたい。ここなんだよな。この大人数が出るときが結構大変だな、これ。ちょっと待てよ。距離離したくても離れない。でも構えちゃう、こう剣を構えちゃうと、気力ゲージの回復が遅くなっちゃうからね。もうあれだな。タイミング合わせて払いのけするしかないか。わかりました。こいつをつけて。行こうか。これ。これ回復させて。来いよ。また。離れて。いい。森光殿、一体何が起きたのじゃ。この汚れた血はお主に何をしたというのじゃ。何をしたというのじゃ。
そうだよな、ここの汚れた土地で、おっと待って、なんか西が更新された。森光殿が上川村で切られたのをこの目で見たはずだが、なぜか生きておる。この苦しみは拙者のせいだと責め立てられた。悟る者が彼らを必要としたのに連れてこられた。と、森光殿の申すことには言い逃れできぬが、拙者に歯を向け、彼の血を流すところことになろうとは、狂気の里しか思えぬ。我が同志を許してくれ。残された望みは愛子のみとなった。さあ、どうなんだろうね、これね。やっぱ死んでしまったっていうことに対して、やっぱ死にたくなかったっていうのは当然あって、なんだろう。まあ、誰かのせいにしたかったのかな。心で回復ラスナぞラスナぞいや、わしのじゃわしのわしのいやお、ちょっとお、撃たれた来ないな、行くよまたやばい避難銃か待てちょっと体力が持ってないよっ。これいいな、このダッシュして、これこのレイン撃ね、強引に使える。結構さあ、ここでなんかあるの。ここは何もないな、ここは何もないな、こちらも何もない。アイテムらしい光ったポジションはないな。なんかすごいな、みんな。人ではない感じだよな。起きた。これ危ないって。うわ、その連続はやめてくれ。きっついねん。どっからだこれ。森光さんを倒したとな。なるほど。あ、もしかして今気絶したか。あ、でも体力そんなに減ってないから大丈夫か。とどめの位置、気絶した時はとどめの位置が入れられるんで、そこで体力回復が少しできるからと思ったんですけど、大丈夫だな、体力失なら。どこ行けばいいんだ、これ。こっちだ、なんか行けそうだったな。あ、行けるじゃん。これ行った？こっから来たのかな？わからん。行ってみるか。ああ、やっぱあるよ。行ってみるもんだ。防止力でしょ？これは？気力増加。あ、やっぱ行ってみるもんだな。遠くでなんか、火縄銃ぶっ放してる。大筒か。なんかぶっ放してる感じがするな。違った。どっち行けて？このデッキまず倒したいな。倒せないか。ここで飛んでくるかな。行くぞ。あ、だめだ。あー、失敗した。これいけるか。なんだあの紙芝は。何のヘッドバットは。ちょっとヘッドバット攻撃連続が多すぎですけど連打しすぎでしょ、あれずるいわ。私はヘッドバットしたいわ。ここは逃げよう。お、これは何だろう、なんかいいアイテムで、あれ空きなしで祠発見。これ上行った方がいいのかな。上行ってみるか。どっちが正規のルートかな。こっち行けない。右。あれ？いや、違う。おっか。この、待て、アイテムある。新たな収集物。犬神？おお、ああ、この札、例には犬神、札か。札には犬神が隠れている。犬は反抗的で災いをもたらす呪いの存在と考える者もおれば、
絆を深める家族に対しては忠誠心が強く、家族を守る信頼のおける存在と考える者もおる。犬を大切に扱えばその愛情は尽きることがない。粗末に扱えば必ずその牙を味わうことになろう。まあごもっともですよね、本当に。うん、どうだよ、まあ、動物は大事にしないとね。そいつを入れんだくれ。戸を塞げ。塞ぐだけでは止められまい。どうした村人さん。やつの所持数増加。あいつ大筒のやつでしょ。でもリロードがないんじゃな。でもまあ課題的にはあるかもしれないですね。でもやつってどうやって使うんだろう。弓や棒手裏剣、これか。2月これ広いのかな。飽きなし。大筒は2発だけだな。どうやって使うんだろう。大筒、大筒はどうやって使うんだろう。大筒の使い方が分かんないな。操作、あ、飛び道具か。大筒セットして、え、でも使えないよ。大筒ってどこよ。飛び道具、手裏剣をセット、大筒セット、襲撃、回転、基本攻撃、動かし調べる、飛び道具。あ、L2 か。大筒。あ、敵がいないと打てないのかな、これもしかして。そんなことないんじゃない。あ、そうだ、防止力も出ないや。敵がいないと無理っぽいです。なんだろう、なんか。あ、下にいるのか。なんか怖いな。何にもないぞ。痛い。いや、あるじゃないか。体力結構持ってかれた。あ、これ行った。ちょっと待った。じゃあ何、大筒を先やっつけばダメか。あれ痛すぎる。大筒は痛すぎる。だったらこっちの飛び道具で応戦するか。ダッシュで行く。ほっ、はい。やっぱ強引につけたな。コインにやつけちゃった。意外とあっさりしちゃったな。ごめんよ。よしよし、よかったよかった。危なかったな。大筒はちょっと必要だな。待て、体力回復しよう。気力、気力だ。銃撃、銃撃2発で十分だな。下手に。通常攻撃で連打するよりはね。やっと。やっと。やっと何。なんだなんだ、なんか汚れたものが、なんかどうもなんか舐め身の体を欲しがってるみたいです、なんかね。なんで。あれ、入れない。こう、どういう仕組み。まっすぐ行くの。まっすぐ行っちゃうと、え、待って、そのそのアイテムとかなんか あったような気がするんだけど、どういう感じ。ああ、でも、あ、こっちから行けるのか。こっちから、あ、これ空きなしか。返していくか。やっぱそこを進むしかないんだな。行こう。おお、あぶね。おっと、またイカダに乗るんだな。さあ、なんか三重の塔と言うべきでしょうか。なんかいかにも強そうな人がいるとこまで来ちゃったような気がしないでもない。ということでございまして、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。続きはまた次回にやっていきたいと思います。なんか次強敵出そうですね。怖いけど、なんかわかんないけど。それでは、さよなら。